現象、日が昇り月が落ち、万物は不変であった。永遠の黄昏が訪れるまでは。あの時創設は休日の棺となり、烈火は万物を燃やした。それ以降世に新たな黎明はなく。オット様、時間にご注意ください。オープニングが終わりますよ。なとにかく深刻だが、観客にとってはどうでもいい背景がきっかけとなり、破滅へと向かう世界を救うため、主人公とその仲間が敵と戦う物語、ここにて開幕。裁きを受けなさい。行くわ。断罪の波を世界を捧げる。Thank you.
裁きを受けなさい。キャッ、姿に手を持つ。はぁ、任せて。彼女の裁きを受けなさい。you